たしました。はい、ありがとうございます。こんなに多くの皆様にお集まりいただけるとは、選挙戦初日思っても見ませんでした。どうせ人が来ないからあっちの端の方でやろうかなんて話していたんですよ。なのにこのババのロータリー、こんなに埋まるぐらいまで皆さんに来ていただいて、本当にこの今感無量です。ありがとうございます。選挙戦出ると決めてからわずか1日、わずか1日でこの選挙対策チームを立ち上げました。するとなんと1日で60名もの皆様が入ってくださり、そしてこんなにも多くの皆様が頑張れ頑張れ佐藤沙織、あなたに日本を任せるよと一票を託してくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。私佐藤沙織、新人無所属で何の後ろ盾もないと選挙戦初日お話をしました。だけれどもこんなに多くの皆様のご声援をいただいていたと、失礼な発言をしたと思っています。佐藤沙織に一票を託したと言ってくださった新宿の皆様、千代田区の皆様、その思い受け止めました。増税増税のありがとうございます。増税増税のこの日本、何かがおかしい。公認会計士10年やって何かがおかしいとずっと思っていました。気づいてしまったんです。日本の特別会計、特殊法人に400兆円流れているんです。国民の国家の予算100兆円、この100兆円の4倍にも及ぶ予算、これが日本の裏帳簿として使われているんです。特殊法人に流れるお金、一部の政治家と一部の官僚、たったこれだけの人数で決められています。これを民間企業に流しましょう。これを訴えているのは佐藤沙織ただ一人でございます。増税をしなくても日本の経済は豊かになる。特殊法人に流れている日本の国家予算の4倍のこのお金、民間企業に流しましょうよ。消費税増税、ふざけたことを言ってんじゃないよ。この日本政府の低堕落見過ごすわけにはいかない。この思いで佐藤沙織、新人無所属、何の後ろ盾もなし、あるのは皆様一人一人の民意でございます。何の
無所属で何ができるの、佐藤さん、聞かれます。今の政治家一人でも野党でも与党でも何にもできてないじゃないですか。政治を動かすのは議員一人の力じゃない、民主一人一人の熱量なんだ。佐藤沙織、佐藤沙織、この裏金を使うしか議員になれない、この間違った政治を変えていく。特殊法人に流れている400兆円、この血税を国民に戻していく。この志一つでこの高田の馬場駅に立っております。22年前、私佐藤沙織と同じ志の国会議員おりました。この真実を国民に伝えようとしたその日の朝、家を出たら暗殺されました。その後、その後同じ党に所属していた民主党の議員、ただの一人も特別会計特殊法人追及をしなかった。日本人の命はどうでもよかったんだ。私佐藤沙織、特別会計、この話本当にしてしまうのか、何人もの人に止められました。しますよ、だってそれが国恥なんじゃないんですか。石井幸喜さんのように暗殺されますよ、言われました。いいですよ、どうぞ、それが日本の国恥なんじゃないんでしょうか。それが日本を、この血税を使う議員としての責務なんじゃないんでしょうか。私佐藤沙織、佐藤沙織、間違いなくこの東京一区では間違いなく国民の、国民による日本人のための政治を行ってまいります。皆様の民意だけが私佐藤沙織の後ろ盾です。政治は数だと言われます。家事すなわちお金ですと言われます。違う、数すなわち民意だ。この民意を引っ提げて私佐藤沙織、東京一区から国政に切り込んでまいりたいと強く強く思っています。ぜひ皆様の、皆様の力強い力強い一票を、佐藤沙織まで、佐藤沙織までよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます、ありがとうございます。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。